はい、よろしくお願いします。今回は高校数学の数三円と分点丸三をお送りします。で、今回も問題演習が2問ありますので、まずここで1回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず丸1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ちなみになんですが、今回の問題ね、1個前の動画、円と分点、丸2の知識を使うので、ちょっとそっちを見てない方がいたら、そっちをチェックして、あ、ここは大丈夫ってなってから見ていただけると、すごくわかりやすくなると思いますんで、そこでちょっとよろしくお願いします。で、今回はまずポイントとして、その Z がね、単位円の周上動きます。で、これチェックしておいてください。後で使います。単位円、つまり半径1の円の周上ね、まあ、原点中心の半径1の周の上を動くよと。その時に W、こいつね、がどんな風に動くか、どんな図形を描くかっていうのを解いていきます。で、これはね、今言ったその Z が単位円の周上を動く、まあ、今一応書こっか、こう原点中心で半径1の、これ単位円なんですけど、この上を動くと。で、これを式で表したときどうなるか。原点中心だから、こうですよね。これが原点中心を表してると。で、半径1だから、こっち1ですよね。つまり、Z が単位円の周上動くって言われたら、これ使っていいよって言ってるのと同じことになります。これが大事です、今回。ポイントとしては。じゃあ、ここに持っていきたいんですよ。で、これをどう使うかっていうと、両方とも W と Z が入ってます、式に。で、Z イコールに変形して、ここにぶち込むっていうのが流れです。だから変形します、これまず。で、まず i がね、ちょっと邪魔なので、両辺 i で割ると、まあ、i 分の W。で、まあ、括弧外しちゃいましょう。2Z プラス1とこうなります。で、ちょっとこう移行してね、綺麗に持ってくると、2z イコール、まあ、こう、あれか。一応こっち持ってくるイメージでいけば、i 分の w マイナス1。こうなります。で、自分はね、まずここ通分しちゃいます、ここ。で、1っていうのは、例えば1って2分の2とか、3分の3って直せるので、下が i だったら、i 分の i って直しちゃって大丈夫です。つまり、2z イコール通分して i 分のくっつけるよ。w-i とこうなります。で、z イコールにしたいので、両辺2で割ると、ここに2がくっつきますね。これでひとまず変形が1回完了します。z イコール 2i 分の w-i とこうなる。で、こうなったので、ここの z の部分にこれを代入します。で、まあ、ここで一応書くなら、絶対値 z イコール1よりとか、まあ、学校の先生がね、その Z が単位円の周上動くので、これよりって、これ一言入れろよみたいな。入れたら絶対に入れてください。とそこでね、限定されたらもったいないので。で、入れると、まあ、一回ちゃんと書こうか。絶対値 2i 分の w-i イコール1です。ここね、Z、こいつをここに入れただけです、今。で、絶対値ってのは上と下、分母分子分けれるので、まあ、一応丁寧に書こうか、こっちは。まず分けます。こんな感じでね。さあ、これ入んないよね。で、まあ、両辺、まあ、絶対値 2i で書けると、まあ、こうなります。両辺絶対値 2i で書けただけね。で、絶対値 2i なんですけど、これ数字分かりますよね。で、公式使っても構わないし、絶対値っていうのは距離なの、原点からの。だから、こうなった時に、円いらない、ごめん。2i っていうのはここですよね。2i。原点からの距離いくつって言われたら、2個離れてるから当然2です。だからこれ2なの。ってやってもいいし、0プラス 2i って考えて、0の2乗プラス2の2乗4。それにルートをつける。で、ルート4だから2って。まあ、これ公式ね。まあ、どっちでも構わないんですけど、距離を考えても、公式使っても。まあ、どっちで言っても、絶対値 2i っていうのは2ってのがわかるので、そっちはこう2って直します。で、
あれってなってほしい。この形、絶対値があって、まあ、実数、数字になってる。これ1個前の動画でやりましたね。これが何を表してるのかっていうと、これが中心。点、この、マイナスね、符号を変えたもの、つまり点 i を中心とする。で、半径このままね。中心とする半径2の円。これが W が表しているもの。まあ、どのような図形を描くって言われたら、これが答えになります。点 i を中心とする半径2の円ですね。まあ、答えが分かりやすいように囲っておこうか。これ。こういった流れで解いてください。つまりやることは、変形をして、まあ、z イコールに変えます。それをこれに入れて、で、こう、なんだろう、形が分かるとこまで変形していくという流れ。で、2番もめんどくさいんですが、同じようにやっていきます。で、これね、展開しちゃうと余計めんどくさくなるので、やっぱり、ここを一気に割ってしまった方が楽かなと。1プラス i でね。で、割ると、まず左辺はこう1プラス i で割ったんで、こうなります。で、右辺に関してはこれが消えるので、まあこうなるよね。で、同じようにまあまた変形整えていくと、z イコール、まあこれこっちに持ってくるイメージで、w プラス1ですね。で、1っていうのはさっきと同じです。i 分の i と変えれるように、通分したいんで、1プラス i 分の1プラス i とこうします。変形でね。で、右辺。分母揃ったので、1プラス i 分の w プラス1プラス i とこうなります。で、z イコールになりましたので、絶対値 z イコール1より、同じね、ここと。より入れます。まあ、こっちの方がね、形ちょっとめんどくさそうですけど。で、こうなる。まだ下行けっかな。で、では、上と下を分けましょう。まあ、この辺ね、途中式若干削って構わないからね。一応今は全部書いてますけど。で、こうなる。で、両辺、絶対値1プラス i。これで割ると、すんごいごめんね、右下がりになってんね。ちょっとね、ちゃんと書きたい。絶対値、w プラス1プラス i。で、今かけた絶対値1プラス i。ちょっとこれ、こっちの方が分かりやすいな。こうしようか。で、ここですよね。さっき絶対値 2i。まあ、これが長さ2って分かりましたけど、これも1プラス i なんで公式使います。まあ、もちろん1プラス i なので、こうね、場所を探してって考えてもいいんですが、この1の2乗が1足す、i にくっついてるのも1だね。それ2乗して1。それにルートをつけるから、つまりこの距離はルート2になります。なので、w プラス1プラス i。で、こういう風に形が変わりましたと。これと同じね、状況としては。で、これも点、ここを中心とする半径ルート2の円と持っていきたいんですが、まあ、前回やったように、ここね、ミスしないように、不安であれば、ちゃんとこう考える。こうやってね。符号を変えたものが中心になるので、マイナスでくくり出してください。この部分まとめてね。で、括弧の中身が中心なので、点、マイナス1、マイナス i。こいつを、中心とする、入ってるかな？あ、全然いけない。半径、ルート2の、円と。これが答えになります。こう、右下がってんね。申し訳ない。ちょっと見にくくなっちゃったけど。まあ、両方ともね、基本的には、z イコールに持ってって、これに入れて変形するっていう形です。で、もうちょっと変形が複雑な問題もあるんですが、ひとまずこの流れで解くことができますので、ここまで確認しておいてください。では、今回は、高校数学、数3の円と分点、丸3をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、次回は、三角形が絡む問題をちょっとやっていこうかなと思ってますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。
ありがとうございました。